これより会議を開きます。この際ご報告いたします。今会期中、本委員会に付託になりました請願は3件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において検討いたしましたが、委員会での歳費の決定はすべて保留することになりましたので、ご了承願います。なお、お手元に配布してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、インターネット上の人権侵害を解消するための法整備を求めることに関する陳情書ほか13件、また意見書は新たな過疎対策法の制定に関する意見書ほか1708件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。第201回国会内閣提出地方公務員法の一部を改正する法律案、第195回国会、後藤祐一君ほか14名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、第201回国会、吉川はじめ君ほか5名提出、新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金にかかる差し押さえ禁止等に関する法律案、および第201回国会、山原郁夫君ほか7名提出、電子署名および認証業務に関する法律の一部を改正する法律案、並びに行政の基本的制度および運営並びに恩給に関する件、地方自治および地方税財政に関する件、情報通信および電波に関する件、郵政事業に関する件および帳簿に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず、閉会中参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、その他、所要の手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。